皆さんこんにちは、ミカです。ご視聴ありがとうございます。ただいま山形県東根市に車で向かっています。今東根温泉と東根のグルメの動画を作成してるんですけど、その前に観光スポットの一つである日本一の大欅を見に行ってきました。目的地を通り過ぎてちょっと折り返してるんですが、ここの景色が綺麗すぎてちょっと立ち止まって撮影してます。これが日本一の大欅っぽいんで、ここでいいのかな。すごい、ちょうど今車が通ってないタイミング、しかもちょうど紅葉の時期だし、すごい。大きい。日本一の大欅を守り育てている東根小学校の全員の生徒の皆さんから応援メッセージをいただきました。へー、東根小学校にあるんだ。後日です。出直してきましたなんか変だと思ってて、あれが日本一なわけないなって思ってて、調べ直してみたら全然なんか日本一っぽくない日本一の本物と全然違うから、本物は全然まだまだ違うところにあるんだろうなと思って手直してきました。どこだかわかんないけど、とりあえず歩いてみます。これ多分学校だよね。もう全部がすごいからどのことだか全然わかんないんだけど、もう昨日動画完成したのに、なんか物足りないなと思ってたら本物のやつを見れてなかったっていう。とりあえず渡ってみよう。自然の中にあるが、あれ？どっから行くんだ？どこなんだろう？戻ろう。これかな？矢印発見。やっぱこっちでいいんだ。これもあった。本物を見つけました。生徒たちが下校してますが、こちらでした。これのことだ。やったー、すごい、すごい。ちょっと外側からだけですが、天然記念物って書いてる。すごっ、ぶっと、すごい太い。こっちが本物だったんだね。ぐらい太いのはなかなかないって意味なのかな。あ、でも確かに太い。すごい。逆にこの木が子供たちを見守ってる感じする。すごい。ということで、こちらが本物でした。あー、よかった勘違いして編集してアップするとこだったやべえ。ちょっと校庭の中にあるので外側からしか見れませんが、こちらが本物の日本一の大欅でした。せっかくなんでこの周辺を散策してみます。こんなとこあるの知らなかった。すごい、すごい綺麗。いや、私東根にこんなとこあるの知らなかった。すごい。水辺の小道ちょっと歩いてみよう。やべえ、綺麗すぎる。嬉しい。一人で来てるから余計に寂しいからか、なんか癒される。あ、すごい鯉が集まってきた。おお、餌はないよ、ごめんね。すごい、なんか広々としてる。これが普通に道路沿いにあるのが信じられない。ちょっと早く進めって感じだね。ちょっと進みます。すごい、太陽もちょうど照らしてくれてるし最高。やべえ、今日来てよかった。最近雨だったんだけど、やべえ何回言ってんのって感じだね。いや、でもいろいろタイミングといい。あ、ここの景色も美しい。
いや、こんなに楽しめると思わなかった。こんにちは。はい、なんか初めて来て綺麗だなと思って。魚いっぱいだった。いっぱいいました ね, ね。いると思わなかったんで。なんか濃いですか。濃いじゃない。黒いやつと白いのとか。写真撮りそうのかな。あ、そうなんです。撮影しに来て。この人気だといっぱいあるよね。あ、そうでしたね。あの入り口のとこにすごい集まってきて、子供さんだとも来て。私もうちがそうなんだけど。あ、そうなんですか。すぐそこに住んでるんですね。だから、はい、たまに向こうの通りなんだけど、ここら辺こう少し足の運動。ああ、運動がてら運動するにはすごい綺麗な散歩道。そうしてさ、あ、一周できるんだ。できる。はい。行ってらっしゃい。ありがとうございます。はい。あ、そうですね。あ、はい、ありがとうございます。今そこで近所の方が話しかけてくれて、一周できるよって言ってくれたんで、ちょっと散策してみようかな。話しかけられて。話してみた。嬉しい。地元の人と話せると嬉しいね。ここにちょっと情報が。あ、やっぱり大木焼有名なんだね。私どんだけ知らないんだよって感じだ。ここの景色、綺麗。ご近所の方的にはここを散歩コースで歩くとちょうどいいらしい。じゃ、景色を眺めながら一緒に散歩しましょう。あ、これ今来た道。すげー、すごい散歩コース。え、この時間偶然、なんか貸し切り状態なんだけど。最高、神様ありがとう。あ、ここで途中休めるんだって言ってましたね、さっきご近所の方が。もう庭園って感じ。なんか旅館の庭みたいな。あー、すごい。ちょっと急ぐ。あー、こっからの眺めも綺麗。そして私の影。ここが案内所、大木焼案内所。あ、お手洗いかな。癒される。休むとこいっぱいあっていいね。お年寄りの方もきっと絶対いいよね。確かにさっき散歩コースとしてちょうどいいって言ってたけど、本当にちょうどいい。休むとこもあるし。ちょっと今日ジンバルじゃなくて手持ちで持ってるからガタガタしてすいません。すごい、ここの景色も。一周したということで帰ります。空が綺麗すぎる。これから東根の温泉編とグルメ編はまた別の動画でお届けするので、もうそれがすごくおすすめなんですけど、それと合わせて東根観光の参考にしていただけたらと思います。まあ、そんな感じで他県に出発する前にいくつか山形の行けるところを撮影して皆様にシェアしたいと思います。まもなく今まで乗ってた車も手放してまた別のエリアに移動するので、引き続きご視聴やチャンネル登録で応援していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。